それでは、本日の選考が終わりました。もう、そんなにすぐ結果出ちゃうんですか？そうです。全員不採用です。なんでそうなんですか？ちょっと待ってください。僕、B の間で待ってたのに。しかし、途中で出てこられたので、すっかりあなたの素顔を分かってしまった。どういうことですか？どういうことですか？非常に責任感が強く、そして自己アピール、なんとか、自己主張が強い。そうです。僕、責任感と自己主張、主張が、俺、噛んでるよな、噛んでるよな。それで、非常に個性的な方々ばかりです。しかし、3日間、この街で、面接の、採用面接の、で、大体、5000人ぐらいの方を、拝見させていただきました。お話の中から300人ぐらいから聞かせていただきましたけど、みんな同じタイプでした。非常に個性的な類型ばかりでございまして、際立って全然他人と違う方がいらっしゃると、非常に変わっておられる代わりに、同じ変わり方をなさっている方ばかりでしたので、残念ながら、弊社の採用枠に分かったので、実は文系は10人でございました。じゃあ、その中から10人じゃダメなんですか？何種類ぐらいの類型があったんですか？ 10 種類です。じゃあ10人雇えるでしょう。そういうものなんですか？逆に。私から聞かせてもらいますけど。雇用ってそういうものじゃないと私は思いました。10の類型からトップを採用して10人。それは受験という意味ですか？受験じゃないんですけど。うちが欲しい人材を無理やり取りに来てるんですけど、あなたたちが入りたいかどうかよりも、実はうちという会社が欲しい人材を必死で探しておりまして、もしうちに興味ないっておっしゃる方でも、うちが欲しいと思ったら説得すると、それが雇用なのです。実は、じゃあなんで5000人も集めるの？欲しい人材がなかなかいないからです。ほんなら俺たちタダで、こんなタダ働きかよ。そうです、働きではないんですけど、タダです。搾取されてるじゃないか。タダで芸見せたようなもんじゃねえか。芸なんですか？芸じゃない。一芸入社っていらないわけよ。一芸入社はいけません。それは、一芸受験です。受験も一芸があれば、採用なんかもっと一芸だろ。確かにおっしゃる通りです。採用も確かに一芸が大事ですが、一芸だけではダメです。ああ、そりゃそうです。一芸だけじゃダメ。君は555番の面影なしだろうです。わかりました。じゃあ、お疲れ様です。本日は非常に申し訳ございません。時間を割いていただき、誠に感謝いたします。お伺い。弊社は、皆さんのため、また、日本経済を支える勇気が出てまいります。